どうも、フィッシャーシグです。マサイ。てか、また来たおしるさん。私たち、フィッシャーズ、葛飾区を、拠点として、活動をして、葛飾が地元だよって言ってからは、2、3年ぐらいか。もともと地元が葛飾区で、そこからね、YouTube を始め、今ではこう、世界に行ったりとかさせてもらってますけど、やっぱ僕らのやっぱ始まりといえば葛飾なわけ。そりゃそうだ。その葛飾区で観光大使になります。やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。まずやらなきゃいけないことって、やっぱ葛飾区の魅力を伝えなきゃいけない。そりゃそうだ。俺たちほど葛飾区の魅力を伝えられる人いないと思うよ。いますよ。やっぱり YouTube の良さって身近さだって等身大なとこじゃないですか。もうみんな等身大みたいな人たちがいっぱいなんだから。すごいんだから、ね、だって店行っても急に俺おめえのこと知らねえけどよ酒飲んだ言ってくれ。いいねいいね。やっぱね、横並びのこの近さみたいなんで葛飾区の良さじゃない。いいね。これから葛飾区を散歩して、はい、地元の魅力だったりを伝えながらと、YouTube でこういうの出していきたいなと、なんか葛飾トークを先に挟んどきたいなと俺思うわけですよ。なんかある。なんかある。今日はあれだよね、シルクが着てる格好も、はい、トラスだ。そうですね、山田洋次監督の男は辛いよ、主人公ですね。はい、似合ってる。いや、めちゃくちゃ似合ってる。まあ、葛飾は、今日いるところは柴又なんですけど、柴又といったらトラスだ。そうだね。風天のシルさんの。風天のシルさんの。日焼けしたジョーラルじいちゃんがチャリこいでる。あ、こいでる。すごいな。汗まみれのね。感情がどうしようもなくなった怒り方する自転車いるよね。俺乗ってた。ブレーキに油さしてないから、もう感情的になっちゃってるの。陽気な街ではある。そうだ。あと家賃もすごい安い。安い。都心の駐車場よりアパートの安い。あ、確かに。お前家200円ぐらいでしょ。安すぎだろ。犬小屋か。プロトイレちゃんとついてて3万円だった。それは安い。でしょ。駅5分で3万はすごい。やばい。隣洋華堂で。まあでも枕元に猫いたけどな。それは俺の管理。そう、まだ開けっぱだから猫入ってる。にゃー。そう、全員合わせてさ、こう景色変わっていくわけじゃない。でもずっとこう残してくれてる部分もあって、あるね。懐かしさを感じれる場所でもあるね。ね、そうだね。本日ね、ありがたいことに柴又の新しゃく店の前の参道をこう観光させてもらえることになって。おー、いいね。で、今から矢切の私っていう船で川を渡ります。はい。で、その後大しゃく店に行くんですけど、ご飯屋さんだったりとかいろいろ観光できるところがありますと。で、一つ一つ行けるお店に行ってきます。ただ、そんな簡単には待ち合わせませんよ。いや、俺なに。じゃあ、ちょっとトラさん入って、トラさん入って。いや、お前トラさん入ってんの。トラさん入ってる。ベンガルドラさんや。でかすぎる。でかいな。お前もう泳いで渡った方がいいんじゃん。ベンガルドラみたいに行くな。ベンガルドラさんやめて。こうやって泳ぐけど。そうそうそう。ベンガルドラさん、カバに気をつけろ。カバに気をつけてね。やられちゃうから、テリトリー入ると。この後、特別なルーレットを用意しました。はい。で、なんと、このルーレットが一人だけ当たる仕様になってます。はいはいはい。このルーレットで当たった方だけそのお店で楽しめるっていう、おールーレット観光企画となっております。外ロケフィッシャーズがどんだけうまいかってのを、ねえ、もう今日見せるよ。どんどん面白くしてくれ。今ちょっと観光大使になりましたと。はい、まあ、いずれね、任命式なんかもあると思うんですけど、はい、今日はちょっと葛飾区の魅力をいっぱい伝えていきたいと思いますので、はい、フィッシャーズといったら葛飾なので、葛飾を楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。紹介いたします。それでは行きましょう。矢切の私。じゃあトラさんでもね、それこそ一番最初の、オープニングとかでも出てる、はい、矢切の私。で、これ乗ってそのまま観光しに行きましょう。オッケー。いいね、スタートがこれって。やっぱ腕なるわ今日。え、みんなそのぐらいの気合はないの今日。いや、あるよ。もちろんあるけど、あるけど、あるけど、ちょっと思ったよりお前が上に行ってるから。そうそうそう。じゃあ今から乗り行きましょう。よし、はい、乗るよ。わあ、学生の皆様、お達者で。さよなら。さよなら。さよなら。すごい。あ、すごい。ありがとうございます。バカー、すごい、ありがとう。後で伝えとくよ。いるわ。ちょっと最初エンジンで回っちゃうね。はい、はい。まあね、電子の力すごいからね。その青の上着の方、好きな食べ物は何ですか。魚、魚、魚です。魚、魚、魚、魚。はーい。おいおい、なんで聞いたんだよ。なんかこんなことも言うのもあれだけど、
い出すね。わかる。アマゾン現地これ3時間乗ってたからね。そうだよ。でトラさん運転してく？運転のトラさんじゃない。運転のトラさんはしない。トラさんが第2作目で、はい、うなぎを釣ったところ。ああ、あそこなんだ。バジローさんとよく歩いてる。ああ、はい、そうだね。ちょっと思い出すな、フィッシャーズの最初の頃も。うわ、川だったもんね、始まりね。え、思い出した。昔はこういう川を泳いだんだけどな。プールができる前はここを水泳場にしてたんだって、昔は。遊べてたんだ、川で、ね、すごいね。 4A 法ってなんて言い方したんだろうね。クロールとかってあったんですか？ん？行きましょう、スイッチ降りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。よいしょ、着いたね。我らが地元よ。いいね。あ、どうもです。どうも、どうも、見てます。どうも、ありがとうございます。どうも、YouTube です。そんなのがあるんですね、今。トラさんだからね。いい景色だな。ね、どうも。亀槍しかね、今までやったことなかったけど。確かにね。次はこう、柴又をできるっていう。うん、ね、ね。俺、未だにこの辺で臭いやつやってるもん。ドゥル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 、そこ走ってんの。そういうのじゃ、いけ、新作のトラさん。シャン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 。うわー、いいわ、いいね。よし、じゃあ大食店の方行きましょう。はい、ということで、はい、柴又駅に着きました。あれー、なんかすげー綺麗になったね、ここ。めっちゃ綺麗だね。お、さくら。そ, うそうだけど、そんなわけで駅前に来たということで、はい、川村さんと自由に今回観光できるということなので、はい、ありがたいですよね。地元の魅力紹介しましょう。もうね、行きたい店もう見えちゃってさ。早いね。この右の斜め前なんだけど、うん、柴又ブラジャーが売ってるんだけど、これ何さ、これ何だそうだ。あ、でも今日お休みだ。今日お休みだ。あ、休みだ。なんだよ、柴又ブラジャー持ち歩きたかった。ちょっとぜひ気になった方は、ね、空いてる日見つけたらちょっと入ってみたいね。はい、このルーレットありますと、お店ごと食べたいもの決めて、このルーレットで当たった方のみだけが食べられます。なぜだって、これメニューも先に決めんの。そう、ルーレット当たりゃいいわけだ。そう、そうだね。当たった人だけが食べれます。話は簡単だね。じゃあ行きますか。オッケー。また観光ルーレット旅スタート。よいしょ。これあの名物のファミリーマートですね。おい、何入ってる名店でしょ。知ってるでしょ、名店だけど。名柴又の名店でしょ、ファミリーマート。違う、もうルールとは全国の名店でしょ。じゃあいいや、ごめん、あの三河屋さんに挨拶しちゃった。こんにちは。卵入り焼きそばにしようかな、俺。卵入り焼きそば行く。卵入り焼きそば一つお願いします。お願いします。お願いします。さあ、ここよ。これだよ、ここ。ここが重要なんだ。いや、マジで食いたい。いや、これ、俺なんでルーレットかっていうと、おめえじゃんけんできねえからこれになったんだよね。ちょっとね、あの、今年俺じゃんけんできないんで。そう、全員っていうのもあるんだよ。おー、おー、いいね、いいね。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあトラさん、バッグ借りるね。うん、そのために持ってきたからね。ここに乗せるの。焼きそばを食べられるのは誰か。プレゼントスタート。あー、来た来た超本人だよ。よっしゃ、来た。当たりが終盤ということで、ありがとうございます。すいません、名前どうぞ。すいません。はい、まあ、労働者諸君、見ててくれ。うわー、出たー。トラさんだ。そのセリフ、本当にあるやつ。うわー、だって俺だけが食えてみんなが食べれないって言っちゃうから、そうね。そういうことですか。気持ちいい。やっぱ物は独占に限るな。いや、あれうまいぞ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。パカ。うわー、これ美味しそうだ。この半熟よ。いただきます。うわくそー。コーンが美味しいわ。いいよね、食感あって。うわあ、いや、食え。いや、食え。こいつら編集できる。やめてよ。伸びないで。うわー、腹減ったな。なんだよ今の。初めて焼きそばに卵をこうやって落としてもらってる。めっちゃうまいね。うん、素晴らしい、完食。ごちそうさま。ごちそうさま。じゃあ、もう時間なんでね。帰ろうとするな。2軒目もまた僕がいただいちゃうかもしれないけどね。レッツの子。レッツの子。よく来たな。こっから帝釈天サンドになったら。はいよ。じゃあサンドの方行きましょう。はい、あの、気になったお店あったら全然言ってもらっていいんで。すごい。これ難しいな、この場合は。駄菓子屋さん。そう。ね、博物館って書いてある。俺らがね、小学生ぐらいの時からあるんだよ。あるね。ある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 。なんか地域調べで来たよね。さあ、寄りたい？みんな。待って、寄りたい。
見て、シルク偉いのよ、ほら見て、撮ってよ。あいつ素材撮ってんのよ。料理と同じ、生きのいい素材がないとね、動画なんかできやしないから。うめえこと言うな、本当に。調子のいいやつだよ、マジで。ホラさん、スマホ使わないで。違和感がすごい。どうする、駄菓子屋さん行きますか。行く。うん、行こう。一人だけ店内に入れます。よっしゃ。そういうやつか。じゃあ、駄菓子屋さんルーレットスタート。誰だ。ええー、シルクロー。おい、マジかよ。おい、指くわえて待っとけ。あいつな。うわ、懐かしい。ボンタンは知ってる、みんな。桜大根、桜大根マジで美味しいから、ちょっとこれ買おうかな。これと、動画上俺だけ食ってると、ちょっと株下がるから、あいつらにお土産買ってったんや。俺編集のお供にこれしてるんで、これ買ってきます。これタラタラしてんじゃねえよ。これ今でも食べる、この感じ。え、働き者にはね、給料あげないと。よし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 。このガムを上まで行かせるってやつ。頑張れ。任せ、任せよ。頑張れ。はい、行くよ、うん、応援して。およし、ここ難しいんだ、穴があるから。お腹すいたよ。腹減ったよ。だ。あ、本当だね。まだありました。本当だ。ガム出たね。うん、ありがとう。やっとくれ。早くして。おい。どうしたの。あいつガムのこういうやつやってたわ。ああ。ちびっこと遊んでたから。はい。許しちゃったわ。いいよ。それは許そう。それは許そう。そのちびっこ超いい思い出になりそうだな。まあでも小当たりだよ。見たか。俺のうまさだ。2個小当たりだから2個出たわ。ありがとうございます。ありがとうございます。子供と遊ぶの好きなんだよ、シルク。いいことや。いいことなんだけどさ。本当にいいことなんだけどさ。食事を待ってる子供たちが4人もいるとか。この説明めっちゃ面白くない。射的1回300円、次の方お断りします。でかくて銃が的に届いちゃう人、あのジャイアントママさん、和田アキ子さんなど。ない。どう調子は。じゃあ調子、うん、絶好調か否か見といて。おう、絶不調。不調やんけ。あ、倒れたけど落ちなかった。時間かかりすぎっす。え、時間かかりすぎっす。まだ2軒目ですから。でもお土産買ったよ。本当に今なんかモグモグしてない。あ、できたの。そう、俺もう腹ペコなんだよ。うるせえな、くちゃくちゃくちゃ。みんなにお土産買ってきた。やったー、お土産って。マジ、あの、日常から、あの、おせえからタラタラしてんじゃねえか。え、わさび好きか。あ、わさび好き。わさびだ。はい。桜大根。ありがとう。なんか理由でも俺が桜大根ね。ありがとう。まあ、給料。給料何それ。給料袋って飴もらったわ。よく働いてるから。ありがとうございます。ですね、次、はい、近くに美味しい定食屋さん、うん、うなぎとかもある、うん、お店屋さん、おいいねがあるんで、ちょっとそこ行きましょう。風船すな、風船の虎さん。ほんと、すぐそこ、はい、さっきの駄菓子屋さんから歩いて7秒。7秒。近いね。はい、3軒目こちらです、はい、行きましょう。え、あ、これか。はい、こちら、恵比寿屋さん。お昼ご飯食べませんか。食べたいよ。みんなで食べたい。確かに。みんなで食べたい。いやー、そうだね。一応全員って項目あるからね。まあ、そうだな。これうなぎ苦手なんだよ。そんなやついるんだ、日本に。俺今4件目から楽しみにしてた。ルーレット。はい。スタート。お腹すいたよ。あれ？どっちどっちどっち。どっちだ。やったー。俺マジうなぎ超好きなの。本当に大好き。俺だって開店前とか並ぶもん、平気で。結構うなぎ屋さん行こうよ。いるの？いるのよ。いや。めっちゃ景色いい。俺はいや、すごいいい雰囲気。お店は何度も前通ったけど、ちゃんと入るの初めてかもしれない。そうだね。あった、そうだね。ね、すいません、柴又御膳一つください。はい、ありがとうございます。また人が美味しそうに食べてるところをそばだけ見なきゃいけないの。地元っぽいよね、その恵比寿屋の絵がルーみたいなやつ。ああね、
わかる。なんかこう地元でしか見なくないあの絵。いやまあまあ見るよ。本当？それ場所じゃない。場所じゃない。俺らさ俺ら思うよな。バカだから。聞いてないよ。撮影中？本当にそこの3人も面白いな。お茶が好きだ。お茶今聞いてねえよ。オープン。おわうまそう。これはうまそう。ずるい。山椒ね。うわあいいな。いただきます。はい、どうぞ、食べて、いただきます。わぁ、お酢いい。あんまそのリアクションないです。お酢いな、お酢いい。やっぱ見るとやっぱいいな。うん、タレのね、うん、いいね。そうだね、やっぱ山椒の香りがここまで届いてるから腹減るんだよ。さっき食ったばっか。食ったね。腹減ったでしょ、焼きそば食った後どう？続けて。お腹マン、早く食べて。お腹マンって言ってま、お腹マンだからね。なんかいいわ、もう座ってるだけでもいいわ。確かに、です気持ちいい。刺身をステージから落としてまるんそう、絶対おかしいよね。刺身引き立てる妻だからね。じゃあ刺身がメインなんだよ。そうだよ。なかなかないよね。今動画だからどうせ BGM 入ってるけど、これ切ったらこれだからそうすごくないこれ。静かでしょ。でもね、いいところよ。でけえ友達の咀嚼音しか聞こえないから。元木何食べたいの？あ、何があるかね。俺草団子。お前マクサ団子。お前マクサ団子だったね。ちょごめんな、ちょごめんな、ありがとうな。お前笑いながらあくびすんなよ。お前マクサ団子。お前マクサ。笑いながらあくびすんなよ、撮影中に。マジで眠くなるんだよ。あ、なんか一つの物語が終わったって感じ今。しばまたごちそうさまでした。いや、まだまだここから先があるから。ありがとうございます。まだ。じゃあ行きますか、次。そうだね、行きましょう。ごちそうさまでした、美味しかった。ごちそうさまです。ごちそうさまです。プライベートで来ます。あ、腹減った。食ったわ。いいお店だったよ。まあ、もうこっからだから。そうだな、まだまだあるから。はいはい、じゃあ行きましょう。行きましょう。この信号渡ったらって感じだね。そうなんだよ。あれだね、なんかもう食べたら眠たくなってくる。そう、あのね、基本がマジなんかさ、プラス10歳って感じなんだよ、こっちそう、確かに年、確かに。ちばまた餅食べたいよって人。食べた食べた。ちばまた餅開けていただきました。はい、ということで、はい、まあ1名なのか全員なのか、はい、全員。トラさん、お願いします。さあ、このお土産に困ったので、お持ち。ルーレットスタート。なぁーくそーなんだよ、なんだよ、今日食べれないじゃん、もうすげえふわふわなんだよ。うわ、絶対うまいわ、これ。伸びるね。つぶあんでうまいわ。つぶあんでもいいんでしょ。当たりました。ありがとうございます。すいません。お菓子なんだけど、焼いてる麺はすごいなんかしょっぱめで甘すぎない。これもなんかすごい上品。いやー、ごちそうさま。食後のデザートまでいただいて。なんか閉まっちゃったな、俺の中で。そうだよね。もうだって俺声出なくなってるもん。頼むから仕事はしてくれよ。しますよ。草団子、いくら団子、いくら団子、うわ、当たりません。ちょっと、今回の狙いこれでいこう。草団子コーヒーセットかけていただきたい。これは絶対もらう。やりましょう。頼む。いくぞ。ルーレットスタート。よっしゃー。おいっしゃー。よっしゃー。俺らずっと食えねえじゃん。ああ、やっぱ普段残ないやな。わかりました、まあ、大丈夫です。いやいやいや、ありがとうございます。こういうパターンもありますよ。ちょっと食べたいの選んでいい。ああ、やった。中もう満帆らしいね。ここでずっとするのか。あの、トラさんプレッシャーかかっちゃうから。トラさん怖いな、トラさん。トラさんプレッシャーかかっちゃうから、ちょっと他の店行く。そうですね、他の店行っていいの見つけて。はい。え、むっちゃ辛いセンブラさん。それは気になります。あ、じゃあここにしましょうか。違う違う違う、はい、辛いおせんべいを紹介していただきました。じゃあ、わかりました。1枚いいですか。じゃあ、お前むっちゃ辛いせんべい食べな。じゃあ、このうちの激辛のおせんべいよって感じで来てくれたから。まあ、まあ、そうだな。それもするってと食べるってことだね。するってと何かと。コーヒーが混み合ってるところまで持ってるわ、もう。嘘でしょ。日頃の行いですよ。マイナスの方いってまあ、こういう目に遭う日頃の行いしてるのは俺かもしれん。え、辛そう。辛そう。うわー、これちょっとやばない。うわー、
すげえマジで。すげえ。うわ怖えこれ。うわ。なんだこれ。でもこれマヨネーズここにかけて食べると思って。ああ。今全然入ってこない。そもそもの下のせんべいがうまいから、うん、ちゃんとその辛いだけじゃなくてしょっぱさとか旨味がちゃんとある。あ、あるね。せんべいとして完成されてる。あーでもね、おいしい。まさに変わった。じわじわ味が分かってくる、うん、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。1食分の鉄をいただきました。すごい優しい。入ってくれたもんね。優しいよね。優しいわ。これめっちゃうまいね。やみつきになるから。なんかいい辛さって次行きたくなるやつあるよね。ごちそうです。わあ素晴らしい。ありがとうございました。いや、3人選んでいいよ。選ぶ、じゃあ選ぶね。そうだね。なんだ蕎麦屋さん。蕎麦屋さんじゃん。そうだ。だいたいあの参道半分くらい来たんで、うん、ここらで寄りましょう。寄りましょう。蕎麦屋に決定。決定しよう。行きましょう。いざなわれまーす。いざなわれまーす。食べれるの？はい、食べれる人が決まるんです。そうなんです。そういうの？そうです。みんなに食べさせた。どうする？トラさん定食でいっちゃいます。トラさん定食行こうか。はい、結構入ってるよ。そう、これ回してもらってもいいですか？いいけど責任重大だ。確かにそうする。みんなに食べさせたいの。でも全員っていうのは全員を出していただける。練習で。おお練習なんだよな。さっき練習したの。嘘。そう。さっき練習してください。あ、今こんな感じか。本番で今やってください。あ、これ本番。本番。ありがとうございます。じゃあみんな好きなの食べましょうか。はい、お母さんありがとうございます。そう、トラさん定食。はい、とろろそば。はい、さくら。とりあえず揚げたてだから。ああ。とろさんの一人の方。早い。いい女しろ。辛いのが。お通しだって。辛いのが。すいません。これが下町。これが下町。いや、みんなで動画を楽しんでるんですよ、これは。どこから出てくるの？めっちゃ美味しそうじゃん。うわ、辛そう。ちょうどいいやん、入られてますね。あ、そうだ。あれ、喋れない人。辛いっす。いや、ちょっと俺辛いの得意だからさ、今回そういう縛りがいいんだよ。辛いと噂なんでいただきます。うわ、待って、これ辛い。これちゃんと辛いやつ。ちゃんと辛いやつ。ちゃんとすげえ大辛のやつ。マジ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 。ちゃんと辛い、でも美味しい。めっちゃ辛い。辛いね。辛いよ。長いよね、いきなりじゃないじゃん。うおー、これも肉味噌。手作り。すげえ。ありがとうございます。肉味噌めっちゃ好きなんですよ。本当？ありがとうございます。こんなやばい。やばい。結構、うん、あー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 、これダメなやつだ。ありがとうございます。あれ、繰り返していいよ。あったまそうだね。とろろです。特別仕様ね。すいません、ありがとうございます。あれ、お腹減ってるもんでね。とてもね、お腹空いてたからね。そうだよね。これ、土壌すくうやつじゃん。めちゃくちゃ。いただきます。いただきます。うなぎのすげーの、それ。じゃあ、俺うなぎの定食食ってんだ。俺、夢見てるもん。何か夢を見ているよ。量すごくない？これエビ超美味しい。ちょっとゆっくりめに食べてるけど、そばはやっぱでも出来たてすぐ行った方が美味しいね。確かに。プライベートでも俺天下くんめちゃくちゃ食うの。そう、名古屋まで行ったもんね。そう。いや、結構さ、ツイッターとかでもさ、例えば亀屋に行きましたとか結構言ってくれる人多いわけ。あるあるある。なんかすごい嬉しいじゃん。嬉しい。それでなんか柴又が広告入れるって考えたら大変。いいね。そうだね。ん？これアジか。キスだよね。キスだね。あ、これホッケじゃねえ。なんでもホッケになんだ。もうなかったよ。鼻水出ちゃった。いやー、うなぎ食っちゃったもんな俺。うなぎ美味しかったでしょ。いや、めちゃくちゃ美味しかった。ただお蕎麦も美味しいし。美味しい、美味しいんだけど、ぴったりうなぎの分蕎麦が入らない。いや、幸せだよな、お腹いっぱいって。トラさん食べますね。ほら、柴又のご飯を食べれば食べるほどどんどんトラさんに近づいてくる。
と、せーの、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。みんな行きましょうか。次行きましょう。もうほぼゴールだ、ほぼゴールだ。そろそろ前に亀屋さんあるんで、はい、確かにここはちょっとね、草団子食べたいんや。あー、押さえときたいね。そうか、そうか、そうか、草団子食べないと。じゃあせっかくなら食べるからね、と。別腹やん。いやー、俺も草団子食いたいな。お願い、俺も食えない。いくよ。ルーレットスタート。さあ、なんでなんだよ。主人公すぎる。マジで。ちょっと今日はね、補正かかってる。はい、じゃあ、僕が頼ませていただきます。えい、まあ、そうだな。柴又名物草団子のアイスコーヒーセット。うわー、セットね。今この人気ナンバーワンのセットメニュー、これね。いやー、王道だね。僕の気分を盛り上げるようなこと言っていただければ、その人にあげます。お、米上手は誰だっていうこのミニコーナー。おー、いいね。はい、はい、名物の草団子、トラさんの食べたお団子、ありがとうございます。すごい、おしるくさんいただいたので、いただきます。うわ、いただきます。まだ本当にあったかい。あー、美味しいな、これ合うだろうね、うん、草団子と合うね。肩とか凝ってる？凝ってる。あー、ちょっと肩の上にしましょうか。あー、なるほど。特になんもないんだけどさ、うん、最近どうよ。いろいろな悩みも出てきたし、なんか自分のやりたいことっていうのもいっぱい見つかってきたから、まあ、楽しいは楽しいんだけどね。コーヒーが似合う男ってのはいいね。まあ、確かにね。あ、まあ、確かにちょっとこう渋い男みたいな俺好きだからね。あ、それはある。よかったよ。ちっちゃい子そうやって言ってたけど、その大人になれてよかったね。そうだね。いや、ちょっと目指してるとこあったよ、正直。うん。シック、団子1個ちょうだいよ。まだまだ。ストレートやったストレートやったな。ストレートだな。禁じ手。え、禁じ手です。ダメですけど。ダメ。なんか、だからシルクがご飯食べると、いいな、それ俺も食べたいわって、なんか、あ、なる。誘われるような。あ、それ嬉しいな。してるよね。こっち側からしても、なんかいろんなことを教えたいな、みたいなね。これ美味しいよ、みたいなこと言ってた。そう、お前のつまみ。ずっとこの辺で飛ばすじゃん。ここまで来た時に行こうと思ったけど、遅すぎて。丸が綺麗だよね、団子の。ごめん、団子じゃない。いや、まあ、別にいいんだけど。確かに、まあ、まあ、そうだ、いいんだけど。めちゃくちゃ綺麗。もう取り出しゃいいわ。団子や。俺のどこに丸あるんだろう。甘みがね、砂糖でのザラメ使ってる。おー、なんか残らない口の中。うん、そうなの、よくわかりますね。ありがとうございます、すいません。今一番気分いいわ。一番気分いいじゃん。それはいいな。朝からさ、ずっとシルクがこうルーレットで当たり続けてるだけじゃん、うん、全部ちゃんと食ってさ、全部レビューしてさ、うん、まあ、ペース落とさないでここまでやっぱ何時間かやってきてたのってやっぱすげえなって思う。2軒目でその駄菓子屋入ってた時だいぶ時間使ったじゃん。うん、使ったね。あれはさ、その言ったらこの動画で編集された後出たら、まあ、カットされちゃう場面なんだ。それ多分本人も分かってるんだけど、それやって、で、あ、疲れたじゃなくてちゃんと褒めたやつにおごっちゃおうかなみたいな、うん、場面を作ったりとか、そういう気遣いとかはなんかやってるだけあるなって思った。すいません、アイス草団子お願いします。すごい、取った。よかったね。ちょっと危なかったけど、でもこれは素直に、うん、非常に気分がいい。、うん、ここで、はい、はい、いただきます。あんことアイス一緒にいただきます。これはやばいね。これは贅沢だね、本当に。あんことアイスってこんな相性いいんだね。すごいよこれ。確かにコーヒー足したくなる。すごい。ちょっとシルクもう一褒めしたら多分くれるよ。それはまあ腕だな。でもさっきの熱量はもうないから、ね、確かにな。一回安心しきってそっからギア入れるのって相当むずいから。難しいね。だから YouTube もそれ大事だもんね。今回観光大使を任されるみたいな話になったわけだけど、ね、そうじゃないよ、まあ、そうなった時に、まあ、シルクもともとその今トラさんの格好してるけど、まあ、トラさん自体は知ってたと思う、うん、知ってたんだけど、まあ、それをさ、まあ、今あのリマスター版の男は辛いを見れるようになって、うん、それを改めて見てたりとか、まあ、なんかこう動画で表に出る部分だけじゃなくて、やっぱなんかこう自分で調べてきたりとか、そういう細かい気遣いみたいなのができるのがやっぱちょっとまあすごいところだし、まあ、そこは自分見習いたいなって思う。すいません、アイスコーヒーお願いします。成功した。さ
全部俺ずれちゃってるんだよね。うん？話が。おうおういや、さっきとかじゃない。今までずっと。あ？おえー、いやその50を間違えてる。だいたい歯かへえよ。あっ。ただあれだよね、外ロケでさグルメ系のロケしたの初めてじゃない。うん、腹の調整マジむずいね。むずい。あむずいね。うまっ。すっきりしてる。すっきりしてるすごい。なんかこう酸っぱめのさあのコーヒーとかもあるけど、うん、全然苦味とかも強くないし。めちゃくちゃ程よい。そう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 、うん、今まで知った風な感じだった柴又が今日こんだけいろいろと回って良さを伝えられて、より深く地元を愛せるようになったねー。とりあえず食べ終わったのでいきますか。おっしゃ、はい、ごちそうさまでした。岡田さんが行くよ。あ、すごい、もうね目の前が大社ってなっちゃった。おー来た来た、すっげー来たね。いやーどうだ、マジで楽しいんだね。ね、うん、うわいいな、なんかでけー。柴又帝釈天に着きましたので、いやーゴールだ、はい、終了でございます。やだー、お疲れ様でした。ありがとうございました。もうこれで葛飾の、良いところは、まあ、まだまだいっぱいありますが、あります、あるけど、かなり紹介できたんじゃないかと。はい、ちょっとその人とか雰囲気みたいなのを見てもらえたんじゃないかな。そうだね、うん、本当に店員さんのご厚意で辛いの来てるから。そうだね、そうマジで。じゃあちょっとね、柴又帝釈天からは一度ちょっと移動ということで、はい、はい、またゆっくりエンディングを迎えましょう。はい、はい、まあ、じゃあ移動しましょう。はい、はい、はい、山本邸に着きました。いやありがとうございます。でかい。いや本当にね、いいとこ。2021年の庭園ランキング3位。いやすごくない。これはね、すごい大人気よ。めっちゃ綺麗。まあここに来てね、今日の、まあ、観光の締めとなりますので、まあみんなで観光大使になったので全員から一言コメントを。おお、うんうん、そうですね、ありがとうございます。いやすごいよね。もうこの先ね、もっと僕的には葛飾をより詳しくなっていこうかなっていう、あ、自分自身のところもありますし、まあ、よりね今回を機にその柴又をね観光してみて、うん、なんか一人でポッとちょっと歩いてみようかな。あ、いいね。皆さんにご提供できる情報などもね、うん、増えていくと思うので、これからもチェックよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日は本当楽しかったです。はい、今回こう映像を通してこう見てもらって、やっぱなんか感じ取れるところが皆さんにもあったと思うし、こう今回お見せできたのってやっぱほんの一部分でしかなくて、まあ、今ご時世的にちょっと難しいんですけど、やっぱね、葛飾といったら祭りがいいんですよ。祭りやばいね。祭りがすごい良くて、なんかやっぱ人のパワーとかも感じられるし、賑わい方がね、気持ちいいものがあるんだよね。だから、うん、まあ、もしなんか今後機会があったら、まあ、なんかね、大きいお祭りとかやってたら、うん、ぜひ参加してほしくて、なんかね、おのおので楽しみ見つけてもらえると思うんで、なんか楽しんでもらえたらなと思いました。いや久しぶりにさ、なんかちっちゃい頃よく来てたし、うん、この年になってもう一回来ると、あ、やっぱ地元っていいなってめちゃくちゃ思ったし、うんうん、やっぱ人の温かさがすごいよね。なんか俺らってさ、どっかご飯食べに行ってた人とかでもさ、葛飾が多いわけじゃん。あ、そう、多いね。で、その時にでも結構さ、話しかけてくれる人も多かったり、なんか飲むの一杯ごちそうするよみたいな人も多かったり、ここで生まれ育ってよかったなって、特に用事なくても行ってみたらなんか分かると思うんで、よかったら足を運んでください。はい、本当に観光大使にまさかね、任命させていただくと思ってなかったんで、いや、まあ、なりたいと思ってたけど、っていうのが実現できて、まずは良かったなと。肩の力を抜いて、なんか楽しめるところを、なんか僕ら自身も力を抜いて、なんだろう、楽しんで、それを伝えられたのがすごい良かったなと思って、うん、こう今回はね、柴又だったんですけど、もう柴又の方もすごいみんな優しいから、なんかこう、柴又のいいところだったりとかもそうだし、柴又以外の葛飾区のいいところどこですかって言ったら、多分きっと教えてくれると思うので、うん、ちょっとそういうなんか人の温かさとかにもなんかちょっと触れてみてもらえたらすごいいいなと思いました。なんとなく伝えられたのかなと思うんで、うん、よかったです。ひとまず今日は、うん、ありがとうございます。観光大使ありがとうございます。あら、おめでとう。正直ほんと葛飾区っぽい人間、僕もうほんとそういうタイプの人間で、うん、あの癖強いっす、うん、でもそれがね、なんかこう街の良さだと思うんで、うん、なんか優しい人はいっぱいいて、
でその中でもいろんな特徴的な人がいて、でその特徴的な人たちが日常茶飯事その辺であのコラボレーションしてコントしてるみたいなそういう街なんですよ。本当に面白い街で、まあ、落ち着くし笑える、本当にそのコントラストが素晴らしいっていう、あのね、めちゃくちゃいい街なので、ただ楽しいことをしたいってだけです。そうですね。で僕らも YouTube やりたての時ってそういう感覚 で、うん、でそれが今こういろんなところに響いてるっていうのが、まあなんか地元の根底を今日見せれたんじゃないかなっていう、うんうん、で僕らのこの根っこの部分も見せれたっていうのが、ちょっと僕的にはなんかここまで長くやってきてよかったなって思えた、ね、そんな動画でございました、はい、後々任命式が行われたりとか、まあ、SNS でね観光大使になりましたみたいなこともね、あのこの動画以外にも言うと思うんですけど、まあ、その度に多分葛飾区での活動なんかもしかしたらあると思います、うん、その時にはね葛飾区じゃない方も多分来れるイベントなんかもしかしたらできるかもしれませんので、来てほしいな、うん、その時にはねもうあの東京以外の方もねいっぱい来てもらって、葛飾ってこんな街なんだみたいなのを楽しんでいただけたらと思いますので、うん、これからね、まあ、自分たちもなんですけど葛飾区をそのまま一緒に盛り上げていこうと思います。ありがたい。 YouTube 世界に向けて頑張るぞってなって、もちろん今もそうですけど、こうね日本代表としていろんなとこ行けたぞ、行けたね、戻ってきて今葛飾代表の動画撮ってるって何回か言うの。あーいいねー。そうだって今まで世界代表とか日本代表での撮影って結構多かった、ね、ありがたいことに多かった。それが数年越しに戻ってきて葛飾代表で今動画撮ってるんですよ。あーいいなー、なんかいいね、エモエモ。だからこれがあってからこそ次また日本代表世界代表の動画とか撮れたら、うん、より一緒に葛飾と一緒にこう盛り上げてる感じがあるんで、まあ、ここから僕たちもねあの気合い入れて動画撮っていこうと思いますのでね、はい、皆さんも楽しんでください。あの僕たちもだけど葛飾くんも本当にいろんな顔を持ってますので、はい、そこからねちょっとあのみんなに笑いを届けられたなと思います、はい、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。せーの、アデュー。動画見てくれてありがとう。セガサリー、ツイッター、インスタグラム、やってます。ネタで登録が1000万億でもか。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。アゲー。おい、ジェニファー見たまよ、まだか。